塔はあそこだな。本当にこんな市場のど真ん中にお宝があると思ってんのか。まあ普通はないよな。でも普通じゃないかも。どうだかな。Regardez où vous allez. Dites à la rencontre qui vend le premier volet. Tu m'as dit que tu voulais manger plus. Ils n'ont pas l'air frais, ces poissons. Non, pas vraiment. Comment ça se fait que vous vous retrouvez? Faites la queue comme tout le monde. Je veux bien essayer. Je vois pas comment ouais. Tu peux. Bonjour. Je veux bien essayer. Lingo, orange, lingo. 1500 ariyaru. Oni-san, このリンゴはいかが? Oh, わかったよ. この市場で一番のリンゴ. Ah, 優しいお兄さんだ. Merci. 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 Je suis allé les chercher à l'hôtel. Ils ont goût pour ça, bien. Je sais pas. Les plus chez moi, ma grand-mère avait ça. Ça fait super affaire. Je sais pas comment. Mais travail, là. Genki, là. Qui vous dit? Oh, qui tu n'es pas là, ça? Oh là, ça arrive, toi. Vas-y. Enlève, je te goûte. Kawaii, yot. Oui, évident. Tu vois, il n'est pas en train de couper. うわおいなあサリーおい俺のリンゴだぞラレゾン裏切られてやんのそういやこれが終わったら犬が死ぬこっから無事に帰れたらプレゼントしてやってもいいぞ名前はビクターいいねメイトこれ買ってやろうかそんなの着る場がどこにいるんだいやここにいるぞおいちょっといい匂いしないか、うん、確かにいい匂いAttention. Oh, vous n'êtes pas à votre place habituelle en bas des marches. Dame da. Shinobi komu shika nasa so. Shinobi komu te ittan da kedo, Sari. Oi, mite miro.あそこの窓割れてるぞサリーここから入れそうだぞいいねくそこりゃきつい大丈夫か先に行っちゃったろ追いかけるから何景色でも楽しんでんのじゃあ何があるかなイングランドの印地図通りだなで何を探すんだいい質問でかいんじゃないの？ああ、本当に。うん。これは何かな？金鳴らしてみっか。くそ。ここで間違いないな、3号。あ、いいよ。サソリ、水亀、獅子、牛。
伝だ。おい、サム、こっちで正解みたいだ。折り返せ。この町は電波が悪いな。待たなくてもいいだろう。すぐに戻る。オーケー。おー、やべえ。すごいじゃん。見ろよサリー、まだ動くぞ。みたいだな。歯車に挟まれないように気をつけろよ。任せろ。挟むなよ。おい、大丈夫か。当たり前だろ、信じろ。聞いたことあるセリフだ。シシザ、シシザの彼女いたっけ。それ違うんじゃないか。ネイト、やったぞ。よし。
出てきたぞ。くそ、これダメだ。待てよ、上にでっかい金があるぞ。待ってろ、行ってみる。気をつけろよ。よし、行くぞ。やべ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 。出るといいけど。サリー、着いた。こりゃちょっとうるさくなりそう。サリー、危ない。悪い、ハンドルが取れた。これでやるか。何やってんだよ。よ、サリー。ああ、くそ。まあ、扉は開いたな。結果オーライだな。無事か。さあな、サリーは？耳。行こう。エイブリーのお宝拝見だ。よし。おい、見ろ。
濃いんだ。ほら。ああ、もらっとくよ。何があるかな。お宝がザックザック出てくるように祈っときますか。遅いぞ、サム。無事か。ああ、こっちの塔は外れだった。うん、そりゃ、こっちが正解だからな。待ってんぞ。おい、マジか。よし、すぐ行く。来るってよ。よし。サリー、待ってたぜ。おっと、おい、こいつらは。おう、エイブリーとテューだな。悪友だ。建国書、なんだ。ゴミ王国のじゃないか。エイブリーとテューの印だ。でもちょっと違うな。ああ、星のパターンが入ってる。回るぞ。でもどうすりゃいいんだ。そんじゃ行ってみるか。ああ、ちょっと待って。また印か。アダム・ボールドリッジ、アンボニー、それとクリストファー・コンデントだな。組み合わせの数が多すぎる。とりあえず行ってみっか。お宝がまだあるかも。だといいな。見ろよ、ほらな。ボールドリッジとボニーとコンデントだ。で、なんでここにいるんだ。調べてみよう。うわ、あのヒゲ。サリーといい勝負だな。まだまだ。うん、これ見ろよ。さっきの部屋の2つの印にあったのと似てる。確かに。ああ、こいつ確か別名片腕のビリー。コンデントだな。また星のパターンがある。でもさっきのとは違うみたいだな。へえ、鋭い。ありがとう。ただの2枚目じゃねえぞ。ボニーは赤毛か。そんで、エイブリーとテューの印だ。なあ、ほら、星が一致しただろ。これも同じはず。うん。ほら、それは知らないの。ほら、海賊はいっぱいいるからさ。手詰まりか。まだだって。電話貸して。お友達に聞くのか。まあな。サムに聞く。いいぞ。ところで、悪くない絵だよな。お宝がなかったら代わりに美術館に売っちゃうか。まずは星のパターンだ。はいはい、冗談。ウィリアム・メイズ。アメリカ人。ああ、ロードアイランド、テューと一緒だ。これでいい。おい、まだ塔か。ああ、今降りたとこで。この写真は何だ。詳しくは後だ。こいつらがわかるか。リチャード・ウォントだ。見つまったのはジョセフ・ファレルで、手と真珠のはウィリアム・メイズ。サンキュー、電波のいい場所にいろよ。また聞くかも。おい、まさか見つけたのか。まだだよ。でもパズルは解けそうかも。またな。
本日球技。ウォント学者かぶれか？リチャード・ウォントだ。ドルフィン号の船長。ウォントとボールドリッジはカツラで張り合っちゃってま。サーリー、ちょっと。あいよ。どうも。曲がってない？誰も見ないだろう。俺が見んの？見ろよ、このファレルの顔。こんなひでえの久々だ。ほら。よし。で、今度は誰だ？ああ、まさか本気で知らないわけじゃないよな。違うって。サムも知ってるか確かめるの。役に立ちたいみたいだし、だろ？そうか。おりゃ、何があった？松明が落ちたとかじゃないの？ほら、調べよう。エドワード・イングリッド。また体格がいいこと。一つ。お、返信来た。ほら見ろサリー、サムも知らないことあるみたいだ。大人げないぞ。だよな。本題に戻るか。ヤジード・アルバスラ。インド人かな。惜しい。ムガール人。ムガールってエイブリーが略奪した？迎え入れたのか。そんなことあんのか。二つ。名前がない。こいつはムーア人かな。他よりもかなり若いな。これで四つ。よし、二人名前が分かった。まあこれでもなんとかなるだろう。なんだろうな。またサムに聞くのか。は？ほら、あいつは海賊博士なんだって言ってたろ。よし、一つ。で、二つ。最後だ。よし、とりあえず返事待つか。まあ、見た感じ。待て。なんだ、写真を撮っただろう。持って。
エイブリーの時代にはスマートフォンなんてものはなかったよな。そりゃな。だからこうして手がかり手に入れてたってわけ。手がかりだと？ああ、貸して。ほらな。そんじゃこいつが多分貿易風で、ああ、でここが井戸ってとこか。ってことは、これさっさと荷物まとめた方が良さそうだな。あ、神と自由のために。おい、マジかよ。なんだ？そりゃそうだよな。ネイト、なんで気づかなかったんだ。何さっきからブツブツ言ってんだ。さっさと教えろって。ちょっと待て、サム、届いたか？こりゃサリバンにかけたつもりだったが、まさかお前が出るとは。よう、ネイト。レイフか。この番号、なんで知ってる？もしかしてサリーとできてんの？そうだな。それだったらお前を見つけるのに金を山ほど積む必要もなかっただろうな。ああ、お宝探しに大金使っちゃったなんてまさか言わないよな。ああ、あの時はうまくしてやられたが、最後に笑うのは先に宝を見つけた方だ。ごもっともだね。俺はいつもやる気だが、相方はそのなんていうか無用なリスクを避けたがるたちでね。あのレイフが他人の言いなりとはね。丸くなっちまったもんだ。ええかネイト、一度だけしか言わないぞ。今諦めれば生きて返してやる。昔のヨシミで水に流そう。そりゃありがたい話だな。だけど俺は勝てる試合を放り投げるような人間じゃないんでね。そうか、神と自由のために。なるほどな。よく撮れてる。いい写真だ。写真泥棒が。泥棒はそっちだろ。いいか、お前に少しでも脳みそがあるなら言う通りにしろ。さあどうする？なあ、久々に話せて嬉しいけどさ、電話がかかってきてんだ。切る前にもう一つ、ネイト。あ、お前その携帯 GPS 機能がついてなかったか？すぐに行くよ。くそ、なんだ、銃を持った連中でも来るってのか。サム、神と自由のために。おい姉さん、わかるか？サム、聞いてくれ。今すぐそこから離れろ。電話も壊すんだ。どうした？レイフに見つかっちまった。サム、サム、くそ、おい、また買うって。サリー、多分サムはあそこだ。ああ、あの塔って感じだな。ほら、こっちだ。失礼。すみません、すみません。そろそろレイフが着く頃か。奴が来る前に辛かるぞ。悪いな。こっちだ、ネイト。気をつけろ。みんな逃げるんだ。グレネードだ。いただくぜ。
いいか、どこへ行けばいい。ロープ立って行けばいいだけだ。最高、はい、やつら。急げ！
奴が助かったわけがない。やばいな。Oh!
ったな、すげえ。無事か。さあ行こう。大丈夫そうだ。ああ、旦那。プロテウス・クオ・リセンシア。簡単な暗号みたいだ。神と自由のため、奴らのモットーだ。手がかりを見落としていたとはな。二人とも無事だったか。無事なんてもんじゃない。リバタリアを見つけた。リバ何だって？リバタリア、エイブリーが築いた海賊の王国さ。ああ、ってよりも海賊の楽園だな。で、肝心のお宝は？まあいいから聞けよ。この場所は何百、いや何千にも及ぶ海賊たちのアジトだったんだ。そこで共有してた物や資源とか。金も？宝物庫だ。すべてそこに共有してた。なるほど。で、どこなんだその海賊の楽園は？ここだ。この島さ、キングスベイの北東。で、レイフもこの情報を？ああ、でも暗号を解読する頃、俺たちはもうリバタリアだ。つまり、宝は俺たちが手に入れたもどうせ。やべえ。マレーシアの仕事は順調？寄り道にしては遠くない？エレナ、違うんだよ。そうなの。でもこれを見る限りヘンリー・エイブリーの秘宝を探してるみたいだけど。それに街中を兵士たちがうろついてるってことは、他にも探してる人がいるみたいね。いや、だからまあそんなところだな。でも誤解しないでくれ。驚くだろうけど。何？とりあえずその彼はサムだ。サム・ドレイク、兄貴だ。どうも。すまん。パナマの監獄で死んだと思ってた。でもそうじゃなかったんだよ。俺のせいで15年間も監獄にいたんだ。脱獄に手を貸してくれた男に借りを返すためにはお宝がいるんだ。でも実はもう見つけたんだよ。少し沖に行ったとこの島に。ねえ、ちょっと待って。マレーシアの仕事は嘘だったわけ？いや、もういい。な、待ってくれエレナ。待てよ。わけわかんないわ。話そうとは思ってたんだ。もうたくさんよ。本当だって。でもなんて言えいい？正直に言えばいいじゃない。危ない目に遭うだろう。そんなの言い訳、話す勇気がなかっただけ。違う。こうなるって分かってたからさ。誰だってこうなるわよ。私を騙してた。何週間も。もし殺されても、その事実すら知らされない。それに今度は、お兄さん。あなたは誰？おい、俺だよ。頼むって。今回は特別だ。信じらんない。サムを助けなきゃ。財宝なんかどうでもいい。この部屋に入ってきた時のあなたの顔、
私に真実を話したなら自分にも正直になったらどう？飛行機に遅れるわ。好きなようにすれば。おい、何やってんだ。追いかけろって。まだ終わってない。終わらせるべきかもな。何だって？別の方法でサムを救えるかもしれん。例えば？例えば別人になってもらって、そのどっかに潜伏してもらってたら。15年間も監獄にいたんだ。また潜伏だなんて。じゃあお前はエレナを追え。俺とサムでリバタリアに行く。俺抜きで二人とも殺されるぞ。そうか。いいか、俺はずっとこの仕事をしてきたんだ。これぐらい俺にだって役に立ちたいか、サリー。エレナを見ててくれ。分かったよ。なあ、おい、平気だ。支度しろ。